それではお時間になりましたので始めさせていただきます。皆さん本日は大変暑い中、子ども霞が関見学デー日本ユネスコ国内委員会のトークショーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は進行を務めます文部科学省国際統括官付の藤井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、ユネスコって聞いたことがありますか？知らない。はい、ユネスコとは国際連合教育科学文化機関のことです。世界中の国々が集まって作る国際連合という集まりの中で、教育や文化、科学を通じて平和のために活動をしています。今日は皆さんと教育や科学、文化について一緒に考えるために素敵な出演者の方々をお迎えしました。第1部では語りと読み聞かせ、第2部では ESD× ジオパークトークショーをお送りいたします。ぜひ楽しんでくださいね。また今日は開演前からこの会場に環境省の ESD キャラクターハグくんが応援に来てくれました。ハグくん、今日は文部科学省まで来てくれてありがとう。みんなハグくんと挨拶できましたか？はい。挨拶できましたか？はい。元気ですね。では、皆さん先ほどお配りしたグッズを見てください。そのグッズの中にもハグくんがたくさんいますので、後でゆっくり見てくださいね。このハグくんにも書いてある ESD については後ほど簡単にご説明させていただきます。ではいよいよ第1部のスタートです。第1部では美しい言葉を一緒に感じ考えるために、日本ユネスコ国内委員会広報大使である語り部カタリストの平野恵子さんが皆さんに会いに来てくださいました。平野さんは全国各地で、語りを通して言葉の大切さや美しさを伝えてこられています。皆さんのお父さんやお母さんもおなじみの有名なドラマの語りやたくさんのナレーションをされてきていますので、きっと、皆さんも平野さんの語りを聞いたことがあるのではないでしょうか。今日平野さんには3つの語りを披露していただきます。一つは清少納言の枕草子より春はあけぼの、そして小川未明の童話野薔薇、最後にレオ2作谷川俊太郎役のスイミーです。よく耳を傾けて物語の様子を想像しながら一緒に楽しんでください。それでは皆さん、平野さんがこれから登壇されますので拍手でお迎えしましょう。平野恵子さんのご登場です。お話ありましたけども、私は物語を声で伝えることを仕事にしてます。今日は3つのお話をしますよ。でもただ聞くだけじゃないんです。今日はね、みんなにも一緒に体を動かして参加してもらいます。一番最初はね、この話、みんな、今夏だよね。最近の夏の朝と昼と夜とどの時間が一番好き？昼？夜？うん、朝？あ、朝が好きな人どうして？顔を洗うのが気持ちいい。あ、後で別の物語でそんなシーンが出てくるのもあるよ。昼が好きな人？はい、なんで？あ、お昼寝ができる。はい、僕はお昼ご飯。あ、朝よりもお昼ご飯のが好き。そうなんだ。お昼ご飯何食べるの？何食べるの好き？あ、お母さんどう見てる。あ、お母さん作ってくれたお昼ご飯好きなんだね。はい。夜が好きなお友達。あ、今あちらの、その今、はい、帽子かぶってる服、夜なんで好きなの？涼しいから。暑いもんね。もう一人聞いてみようか。夜が好きな人。あ、はい、じゃあ僕目があったね。はい、夜眠るのが楽しみ。
現実的だね。実はね、昔平安時代ってわかるかな。わかる。お姫様はこんな綺麗な格好して頭のいい女の人がねいて、いっぱい文章書いてたので、ね、春はね、明け方夜が明ける時がいいとか、夏は夜が好きだとか、自分の好きなものばっかり集めて日本の春夏秋冬のいいところを書いた昔の言葉の文章があるんだけど、実はね、みんなそれね、中学になると必ず学校で習うの。でも今日はみんなで体を動かして、手話ってわかるかな。手話、言葉に意味を、ね、言葉の意味をする手の言葉ですね。それをつけて、なんとこの平安時代の言葉をみんなで声に出して言っちゃおうという、そういう最初の一作目です。今夏のことだけ聞いたけど、春が一番有名なの実は。だから春をやりたいと思いますが、春はみんな朝昼晩どの時間が好き？夜、朝昼。はい、いや理由また聞いてると時間が経っちゃうから、後でまた時間があったら聞くけど、実はこのね、書いた女の人は清少納言って言うんだけど、その人はね、夜が明ける時、夜が明ける時が一番、そう、あ、知ってる？そう、春は明け物です。春は明け物っていうのは夜が明ける時のことを言います。さあ、春は夜が明ける時がいいわって言ってるのね、この女の人。なぜかね、だんだん山を見てるとね、本当真っ暗だったのに、山のこの線の稜線っていうんだけど、稜線の上の空のところがだんだん白くなっていきます。で、そのうち見てたら紫色の雲が出てきて、それが普通にふかふかした雲じゃなくて、ふすーっと細い雲になっています。これが私大好きっていうね、そういうことを言っている文章です。じゃあね、手話つけるよ。春は、春っていうのはね、今夏なのに春でごめんなさい、下からね、あったかい空気がふわふわっときます。下から手を2回上に向かってふわっふわっと仰いでください。はい、やってみて。春は、じゃあ声出してみようか、3、はい、春は。うわ、すごい、古文みんな声に出せるね。はい、でこの時かき回さないでね、かき回すと別の意味になっちゃうからね、下からふわふわと、春は。じゃあ夜明けのことは明けぼのって言います。明けぼの、手を表に向けて、これちょっと重ねて、その重ねたものをふわーっと広げていきましょう。なんか夜明けの感じするよね。春は夜明けがいいのよね。春は明けぼの。じゃあ明けぼのって言いながら手を広げていきましょう。はい、重ねてください。じゃあせーの、明けぼの。そうで、ようよう白くなりゆく、だんだん白くなるって意味なんだけど、このようようって、これはね、手話通訳の人に当て字でいいやってことを言ってもらって、よく呼ぶときにようようって呼ぶね。おようようって当て字です。意味がつながってないけど、はい、じゃあようようやってみるよ。はい、ようよう、はい、声に出して、3、はい、ようよう。はい、で、白いのは体の中で、白いのどこだろう、ん、白いのどこだろう、洋服じゃなくて体の中で、ん、そう、歯だね。今歯を刺してくれた人いますね。あ、そうそう、まさにみんながやって、今のこの歯をニカッと出して、そして指を人差し指で刺しましょう。これが白いって意味です。はい、だんだんヨーヨー白くなりゆくっていうのはね、なってゆく。どんぶりのヘリを両手でさするような格好してください。下に来たらさっと重ねてください。はい、なりゆく。これね、地域によってちょっと形違うんだけど、とりあえず東京ではだいたいなりゆく。じゃあ、じゃあね、白くを一緒に、これ歯を刺しながら白くって言ってみます。3、はい、白く。あ、うまいうまい。じゃあなりゆく、3、はい、なりゆく。じゃあ山際、山の線のところね。はい、山と空の境目のところです。はい、じゃあ山の形を描きましょう。簡単ですね。はい、じゃあ山際って言いながらやりますよ。3、はい、山際。はい、少し明るくなって、少し明かりて、少しはね、よく私たちやります。少し少し少し、はい、はい、じゃあ少しってやりながら手を動かすよ。3、はい、少し、はい、明りて、明るくなっては、明けぼのと同じ、もう一回手重ねて、明りてって言いましょう。3、はい、明りて。はい、今度紫になってる雲の、紫っていうのは無のつく
動作します。さあ、体の中で赤いとこはどこでしょうか。下、下も赤いね。もうちょっと表に見えるとこでは普通に、うん、そうそうそう、うん、みんなよくわかってね。唇をむという指の文字でちょっとこすります。むという字はこんな形ですね。手のひら側を自分の方に向けてください。それで唇をさする真似でもいいよ。はい、ね、紫、これで無の赤ということで紫です。紫だちたる、はい、じゃあ紫だちたるというのは紫になっているという意味なんだけど、はい、じゃあ紫だちたる覚えられるかな。いくよ、3、はい、紫だちたる、すごい、はい、雲がって意味です。じゃあ雲、まず普通の雲ふわふわふわっと作ってみましょう。これが雲って意味です。雲ののになりますね、古文だから。3、はい、雲の、はい、これが細くたなびいてます。たなびくってわかるかな、ふわふわっとね、はい、じゃあ細くたなびきたるって言いながら細く手を伸ばしていきましょう。あんまりピーンと張ると針金みたいになっちゃうから優しくね。さあ、いきますよ、3、はい、細くたなびきたる、もう一回言いましょうか、たなびきたるね、細くたなびきたる、3、はい、細くたなびきたる、うまい。じゃあ通しでいくよ、はい、覚えてるかな、ゆっくりいくからね、声も一緒に出しましょう。さあ、いきますよ、3、はい、春はあけぼのよよしろくなりゆく山には少し明かりて紫だちたる雲の細くたなびきたる。すごい、みんな、みんな自分だけで拍手しよう。もう本当にできて嬉しい。私いろんなところでやってきたけど今日のみんな一番上手かもしれないよ、すごい。あとその他で夏だとかね、秋冬もあるんだけど今日は時間がね、なんか一番有名な春のところをやってもらいました。いずれ中学で教科書で見たら、あ、これだと思い出してくださいね。はい、じゃあ春はあけぼの清少納言でした。これはおしまい。さあ次は、平和って聞いてなんとなくイメージ湧くかな。平和のことについて考えるお話です。このこれから皆さんにお話しするのは小川未明という日本の作家が書いた物語です。で、日本は島国で周りが海だよね。これからするお話は国と国が陸地でくっついていて、間に国の境なんていうかな、国境、そう、よく知ってるね、国境がある、そういう国のお話なんです。その国境のところにね、ここが国の境目ですよっていう印の石が立っています。その石の両側にそれぞれの国の兵隊さんがいて守ってるんですね、この線のところ。でも二人の兵隊さんは将棋をしながらとっても仲良くなるんです。将棋ってわかるかな。最近有名な将棋士いるね、若い将棋士。現実そうだよな素晴らしい、藤井聡太君みたいなね。青年と老人の兵隊さんが将棋をしながら仲良くなります。ところがある時二人が別れてしまいます。なぜ別れてしまうのか、この物語終わったらみんなにちょっと聞いてみるね。じゃあお話を聞いてください。野原、小川未明作。大きな国とそれよりは少し小さい国とが隣り合っていました。
当座その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そして稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ互いに顔を知り合わない間は二人は敵か味方かというような感じがしてろくろく物も言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく退屈であったからであります。そして春の日は長くうららかに頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには誰が植えたということもなく一株の野原が茂っていました。その花には朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その心よい羽音がまだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。どれもう起きようか、あんなにミツバチが来ていると二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ顔を洗いに参りますと顔を合わせました。いやあおはよう、いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて辺りの景色を眺めました。毎日見ている景色でも新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでしたけれど、老人についてそれを教わりましてからこの頃はのどかな昼頃には二人は毎日向かい合って将棋を指していました。初めのうちは老人の方がずっと強くて駒を落として駒を減らして指していましたが、しまいには当たり前に指して普通に指して老人が負かされることもありました。老人が負けちゃうこともあったんです。この青年も老人も至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。いやーこれは俺の負けかいな、こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れと老人は言って大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると
老人は南の方を恋しがりました。その方にはせがれや孫が住んでいました。早く暇をもらって帰りたいものだと老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ますと青年は言いました。やがて冬が去ってまた春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から敵同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持っていけばあなたは出世ができる。だから殺してくださいと老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますか。どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦いますと青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人、老人だけが残されました。青年のいなくなった日から、老人は呆然として日を送りました。野薔薇の花が咲いて、蜜蜂は日が上がると暮れる頃まで群がっています。今、戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けてその国の兵士は皆殺しになった、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら石碑の礎に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らずうとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると一列の軍隊でありました。そして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人
人の前を通るときに青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと野バラが枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。終わりです。ご飯しようか。この二人は、で青年と老人はどうして別れちゃったのかな。そう、戦争があったからだね。あんなに仲良く、敵も味方もない仲良かったのに、戦争ということがね、二つの国引き裂いして、それぞれ別の国だった二人は別れなきゃいけなかった。老人は息子のように思っている青年に、私を殺して手柄を立てなさいって言うけど、そんなことできないって去っていくんですね。あの青年どうなっちゃったんだろうね。どっか何かの時無事に帰ってくるといいね。今日本は遠い国の争い事しか今の日本では分かりません。鉄砲の音も聞こえないしね、何も分からない。でもやっぱりね、平和が一番だなってこの物語読んだら思うんじゃないかなと思ってみんなに伝えました。さあ最後はね、超特急で、残り時間少ないから、海の中でいっぱいお魚を見る話。名前はスイミー。スイミーってみんな物語知ってる？知ってる。学校で習ったかな？はい。じゃあみんなにね、動きもやってもらうよ。名前はって言ったらスイミーって言ってもらったり、それからね、逃げたのはって言ったらスイミーって言ってくださいね。だからね、虹色のゼリーのようなクラゲって言ったら、虹色のゼリーのようなクラゲの形してください。どんなクラゲかな？虹色の綺麗なクラゲ。みんなでやってね。それから、水中ブルドーザーみたいな、伊勢エビ、ね、それからドロップみたいな岩から生えている昆布やワカメの林、あとでさかなクンさんもワカメの話してくれるみたいよ。それから桃色のヤシの木みたいなイソギンチャクが風に揺れてるの、みんなでやってね。で今日これからするお話は絵本の通りではなくって、東京書籍という教科書の小学校の国語の教科書に載っている文章でやります。さあじゃあやります。スイミーレオレオに谷川俊太郎文、いや役ですね。レオレオに文、絵、谷川俊太郎役。広い海のどこかに小さな魚の兄弟たちが楽しく暮らしていた。みんな赤いのに一匹だけはカラスガイよりも真っ黒、泳ぐのは誰よりも早かった。名前はスイミー。ある日、恐ろしいマグロがお腹を空かせてすごい速さでミサイルみたいに突っ込んできた。一口でマグロは小さな赤い魚たちを一匹残らず飲み込んだ。逃げたのはスイミーだけ、はい、スイミーは泳いだ。暗い海の底を、怖かった、寂しかった、とても悲しかったけれど、海には素晴らしいものがいっぱいあった。面白いものを見るたびにスイミーはだんだん元気を取り戻した。虹色のゼリーのようなクラゲ、はい、やってやって、ゼリーのようなクラゲ、グニャ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 、はい、水中ブルドーザーみたいな伊勢エビ、伊勢エビ、見たこともない魚たち、見えない糸で引っ張られている、ドロップみたいな岩から生えている昆布やワカメの柱、はい、昆布やワカメの柱やってください。そう、ゆら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 、うなぎ、うなぎ顔を見る頃には尻尾を忘れているほど長い。
そして風に揺れる桃色のヤシの木みたいなイソギンチャク。ゆら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 、綺麗だね。はい。その時岩陰にスイミーは見つけた。スイミーとのとそっくりの小さな魚の兄弟たちを。スイミーは言った。出てこいよ、みんなで遊ぼう、面白いものがいっぱいだよ。小さな赤い魚たちは答えた。ダメだよ、大きな魚に食べられてしまうよ。だけどいつまでもそこにじっとしているわけにはいかないよ、なんとか考えなくちゃ。スイミーは考えた、いろいろ考えた、考えた。それから突然スイミーは叫んだ。そうだ、みんな一緒に泳ぐんだ。海で一番大きな魚のふりをして。スイミーは教えた。決して離れ離れにならないこと、みんな持ち場を守ること。みんなが一匹の大きな魚みたいに泳げるようになったとき、スイミーは言った。僕が目になろう。なんで目になろうって言ったのかな。暗いからだね。で、僕がちゃんとリードするよって。はい。さあ、そうして泳ぎたら、朝の冷たい水の中を、昼の輝く光の中を、みんなは泳ぎ、大きな魚を追い出した。まる。はい、ありがとう。この後は人間のさかなクンさんが登場します。楽しみだね。みんなどうもありがとうね。さようなら。皆さんどうもありがとうございました。素敵なさかなクンさんの方、さかなクンさん、もう一度大きな拍手を。